どうも皆さんこんにちは、トリッピーです。ということで今回もベンディ・アンズ・インク・マシーン遊んでいきたいと思います。と今回は2章古き歌ですね。はい、2章をやっていきましょう。章だけにやっていきましょう。古き歌、頭が一体何が起こったんだ。あ、斧が見える。あれだよな、そうそう、前回確か六芒星の呪縛の中からスタートですね。若干ここ見たよね、前のパートで。さあ行くぜ。まあ俺がやれることは一つだけだ、出口を見つけること。了解した。とりあえず行けるところは二つっぽいな。こっちから行ってみるか。うわー、やばいよ、上から黒色のインクが降っている。ほらほら、これで破壊できるか。あ、破壊できないっぽい。これはジャンプもう無理ですね。まあ服汚れるし、俺綺麗好きだからこっちから行こうぜ。あそこだ、新しい出口を見つける。了解した。ほらよ、お邪魔します。全然こんな地下室があったこと知ってんのかな、こいつは。うわー、びっしびっくりん。何で書いてる？ユーティリティナインシャフト。え、アニメ制作会社シャフト、あの窓バギア物語シリーズを作った。キー・ウィル・ステア・アップ・ウェイ・オーケー。オッケー、あ、やった。おいしい、おいしい。これ何？卵。なんだこれ。あ、インクがついてる、俺のこの斧。黒くなってる。ほら。あ、なんかこれでなんかメッセージが浮き出るみたいな。そんなない？ないわな。あ、あるわ。おいしいおいしい。さあ、さらに、奥に行きましょう。おお、ここ結構広くなってないか？あー、いるわ、ベンディ。やっぱここには来たことあるっぽいな。これなんだ？これなんだろう？人死んでるのかな、中で。わからん。まあ、さらに奥に進んでいけばいい感じかな。新しい出口を見つけるだったもんな。脅かさないでね。脅かすのやよ。ちょっと怖いから俺雑。うわーおー、これはやばい。これ通るの？仕方ね。ジャンプで行ったら怖くない。うわ、ジャンプできねえ。くそ。めちゃくちゃ足元が悪いな。うおー、なになに、なんか持ってる。すいません、聞こえますか？すいません。あれ、どこに行ったの？あ、壊れた。え、壊してよかった。あ、なんか六芒星の呪縛あるよ。あ、大丈夫だった今俺壊して。いや、便利、全部壊していこう。あ、おいしい、大丈夫、俺はまだ生きてる。あー、うまい。そう、うまいもので思い出したけど、皆さん最近贅沢してますか？うわー、怖いよー。なんとかしてこのゲートに電源を入れる必要があるな。近くにいくつかのスイッチがあるはずだ。それで多分開くだろう。新しい目的、ゲートに電力を与えよう。これか。これに電力を与えると。近くにスイッチあったよね、さっき。でね、贅沢な話なんだけど、俺ね、すき家でうなぎを食べる贅沢をね、するのがね、めちゃくちゃ好きなんすよ。めっちゃ高くて1200円ぐらいするんだけど、特うな丼食べたら。それが俺、生活リズムが朝早起きして、あの、なんか動画編集とかしたりする時あるんで、そういうので頑張った日は、それで頑張った日はなんか朝会社行く前とかにご飯食べたりするんだけど、それがね、最近なくなったんですよ、うちの。あったよーし、あと2つ、それがなくなったんですよ最近。あ、これなんだ、サミー・ローレンス。彼は影から現れ、私に甘い祝福を浴びせる。暗闇の中で輝くインクの姿、あなたを見ています。我が救世主よ、我が望みを聞いてくれることを願っています、祈っています。古き歌を、そう、私はまだ歌う。あなたが私を救済してくれると知っているから。そして私はあなたの愛に包まれる。しかし愛には犠牲が必要だ。その通りですよね、サミー・ローレンス。何、こいつは誰、あ、助けられたのかな。この奥側にはもう多分電源なかったな。こっち側にあるのかな。つか1個でよかったとか、3つって言ったの俺のなんか聞き間違いかもしれない。あ、ある、ここにあるやんけ。あら、なんでお前治ってんだこの野郎。ビルビル吹かってる。ここだ、オッケー。で、あと1個。あ、やっぱあと1個必要だな。あった、普通に。これか、新しい目的、ゲートを開け。ということで普通に見つかったから、じゃあ戻るか。はい、着きました。ゲートを開け、開け夢の扉。はは、
よし、 RTA。 なんかうーって音がする。何の音ですか？あ、ミュージック。ここは本当に暗いな。でもそんなに暗いわけじゃない。なんかある。あ、待って、なんか音がやだ。でも聞く。またサミーだ。まず上位は我々の頭上にこのインクマシンを設置した。頭上に？そしてインクが漏れ始めたと。ほう。先月は3回もインクが階段に浸水したため、私たちはオフィスから出ることさえできなかったブラック企業。上位の解決策、それは定期的にインクを排出するインクポンプ。なるほど。そんで今はこの、醜いポンプのスイッチが私のオフィスにあると。はいはい。いろんな人が一日中出入りしてる。ありがとうな、上位。お前のおかげだ。気を散らすのができた。このくだらないカートゥーンの曲作って一人で書き上がらないって分かってる？最後の方の日本語がばってましたが。まあなんとなく分かった。こっちでいいかな。これは大丈夫？なんかここ汚いな。ここは汚い。あ、なんか書いてるよ。これ、あ、違う。楽譜だ。これが曲か。これいける？鍵がかかってます。はい。じゃあ、とりあえず行けるところは、こっちとか見てみよう。鍵かかってる。これは上か。あ、ここ上映するとこだ。なんか上映できない？はい。ノーマンポーク。ここでは毎日奇妙なことが起きると。例えば私が、映写室にて、バンドが演奏してると突然サミーが入ってきて全てをやめさせて皆に廊下で待ってろと言うんだ。なんだと、サミーなんかあるなこれ。そして私は中からこんな音を聞いたんだ。彼は私のプロジェクターを起動して映写室から録音スタジオまで小悪魔に追われているような駆け足で走っていったんだ。数秒後プロジェクターは切れたんだが、サミーは長い間出てこなかったんだ。この男は変なやつだ。マジで奇妙に狂ったやつだ。ドリュー氏にこのことについて話そうと思ってる。でもこれもまた認めざるを得ないんだが、ドリュー氏も彼なりの独特な個性を持っている人だ。なるほどね。ノーマンはまともなのかな。ノーマンはまともな感じする。でもサミーがやべえんだ。サミーがやばい。なんかやってたら止めるんだって。さあ、これ怖いっすね。なんかここぐらいか。階段って書いてる。2つありますよ。こっちから行こう。はい。うわー。お、あ、これ電源。あ、違う、これごめん、そういうことか。二つあるんじゃないわ。これ最初の道だから、こっちだわ。階段降りよう。あ、出口。階段付近が浸水してる。そういうことね。さっき言ってたやつだ。ポンプの制御を見つけるって。さっき言ってたやつ。あ、これじゃない？これ何？電源を入れたの？ライトが光った？あ、何？大丈夫？何これ。うわー、やばい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 。どうすればいい、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 どうする、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 どうする。え、なんかやばいやばい、ほら、えい、いややべ、死ぬ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 。体力とかあんの？うわー、スプラトゥーンみたいになってる。スプラトゥーンみたいになってる。これこれいけるとか。絶対いけない、絶対いけない。上映した、上映したってことは録音中なってる、録音中なってるってことは開いてない、開いてない。はいはいはい、ここ開く、ここ開く、開かない。どうなってる？おーおーおお、大丈夫か、いける？は、うわー、お前出てくんかい。お、危ない、いける？無理だ無理だ無理だ、やばいやばいやばい。どこどこ、お、なんの、なんか軽快な BGM。 そして敵いなくなった？敵はいな、あ、開いてる、なんか開いてる、なんか開いてる、あそこが開いてるじゃん。さっき開いてなかったのに。やった、なんかやったぞ、なんか知らんがやった。素晴らしい。ここはピアノだけかな。もうさっきので良かったのかな。何がフラグだったんだろう。保健室もある、保健室。ああ、ちょっと暗闇すぎる。行ってみよう。ん、あ、行けない。保健室行きません皆さん。楽譜、ここピアノ、さらに奥かな。はーい、こっち。 BGM って感じするな。あ、ここ作業場だ。
作曲家かな多分。音楽関係の感じだもんね。そうだね。ほら、グーフィーが。あ、え？僕、グーフィーだよ。ベーコンスープ。これ、あれかな？エナジードリンクみたいなもんかな？俺もね、すげえ飲むんすよ。レッドブルとか。本当に。あと、カロリーゼロのやつだったら太らないんで。あれを飲んで目を覚ますことが大きいですね。よし、あそこのポンプのスイッチがあるな。どこどこどこ？だが、このインク漏れのせいでドアが開かない。あ、なるほど。ここのインクの流れを止められれば多分入れるだろう。あれか！ほんとだ。ポンプ制御ってめっちゃ書いてるわ。了解した。これか？あ、タイムカード切った。タイムカード切った。お給料ください。すいません、お給料ください。どこ、え？なんかインクから敵が出てくるのか。あ、なんかあるじゃん。これか？ウォーリー・フランクス。この間、ホールのクローゼットから、チリトリを取ったんだが、信じられるか？俺の鍵が見つからないんだ。煙のように消えたみたいにさ。考えつく限りだと、先週見回りした時にどこかのゴミ箱に落としたかもしれないな。誰もサミーに言わなきゃいいんだが、また鍵をなくしたなんて知られたら、オッケー、わかった。ここの鍵多分あれだ。ゴミ箱だ。そういうことだろ？なあ、ベンディよ。なあ、ベンディ。ゴミ箱だろ？ちげえのか？お、弾ける！ギターが弾けました。意外と触れるものあるんだな。開くかな？あ、ゴミ箱。あ、開いた！普通に開いた。ビリヤード台だ。ここになんかあるかな？さっきまで開いてなかったとこだからありそう。ゴミ箱。ゴミ箱とかないっすか、兄貴。ベーコンスープ食べてるわ、こいつ。ベーコンソープ。お。いや、絶対これ前に飛ぶだろ。おかしいだろ、これ。固定されてるのか。これだったら飛ぶとか。行くぜ。飛ばねえ。固定されてやがる。お。触れた。あ、そういうこと？俺もう完全にビリヤードのルール知らない人になってるもん。完全にビリヤードのルール知らない人だわ、俺。これ何、どうすんだろ、これ。これが、これなんかあんのかな？あー、そっち行かないで。なんか小学校の頃に石蹴って、小学校の頃に石蹴ってさ、通学路家まで、学校から家まで帰るの思い出したわ。録音中。あ、あった！やったぜ！普通にゲットした。あ、こっちも行けるやん。おー、上映してる。上映？完全にディズニーの映画が上映しておりますと。ここで？でもこっちに椅子があったらあれだな。上映は見れないけど。あ、ここにあんのかな？止まった。自動で止まるんだ。まあ、でもとりあえず鍵ゲットしたから、あ、まあ、なんかあら。スージー、来た。ジョイ・ドリューの元で働き始めて2ヶ月経ったけど結構気に入ったわ。みんな本当に私の、アリス・エンジェル声を楽しんでるみたいだし、サミーは彼女がいつかベンディぐらい人気になるかもしれないと言ってるし、サミーがベンディと同じぐらい、ここ数週間は喋る椅子やらチキンダンスまでいろんなものに声を当ててきた。でも私初めてキャラクターと意気投合した感じ、あの子はもう私の一部のように感じるわ。アリスと私二人一緒なら何も怖くない。スージーは声優で、アリスってキャラの声優で、アリスがベンディぐらい人気になるかもしれないっていうこと？あ、ほんとだ。声優っぽいところだ、これ。いつか俺も声優のお仕事とかしてみたいな。待ってます。待ってます。よろしくお願いします。すべてにおいて、すべてにおいて直さないといけないことが多すぎる。声、滑舌。さあ、ここだ。開くか？あ、こっち？もしかして。こっちか？あ、なんかある。うわ、英語になってない。違う、日本語になってないだ。アンドログ。芸術家はみんな聖域が必要だ。はい。ジョイ・ドリューは彼のを持っていて、私を持っている。なるほど。もうこれね、意訳が必要だ。読み取らないといけない。入りたければ私のこのお気に入りの歌を知ればいいだけさ。ピアノは繊細に響く。ドラムは勝利の叫びをあげる。コントラバスは深い音色で、バイオリンは甲高い声。私の歌を奏でれば、私の聖域は扉を開けるみたいな。
はいはい、了解でございますと。ああ、待って。あれか、目的変わってんだ、いつの間にか。祭壇を探して、サミーの。で、お気に入りの歌を弾けって書いてるわ。そういうことか、さっきのところか。俺は何を間違えてたんだ。じゃあ、ここで祭壇、ここかな？で、はい、ここでやるべきことは分かっている。ただ何かを見逃している気がする。マジで？あー、楽譜がないとかか。サミーの楽譜がないのか。これ多分関係ある。ピアノ、ドラム、コントラバス、バイオリン、これだ。 OK、 サミーが突然言うのはプロジェクターを起動してからだから、ここでプロジェクター起動して、急げ急げ急げ。ピアノ、ピアノあった、やるぜ。ピアノ、お、ピアノ、何だっけ、ドラムだ、ドラム、コントラバス、ドラム、コントラバースからのバイオリン。お、来たー、来たぜ。どこどこ、新しい祭壇、ここだ。開いた。さあ、やっていきましょうか。さらに奥に進めると、楽器を傷つけちゃいけない。楽器は弾いていこう。しっかりと。おい。なんだなんだ？なんかすげえ書いてる。出力。あ、これだ！ 1 個目完了。まだあんのか？ここトイレだ。2つ目のバブルを、バルブを探せ。OK。じゃあ2つ目探しましょうか。つか、うわあ、びっくりしたー。もうやめてよー。本当にもうびっくりさせないで、お前。どこに行った、あいつ。うわあ、やめろ、ふざけんな。え、待って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 、はっ、嘘やんけ。もう死んだ。何ここ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 。母ちゃんの腹の中、俺は生まれるのか。うわー、眩しい。おお、え、どこですかここは。え、どこ、あ、ここから、嘘やん。あ、でももう終わってるよね、多分。2個目のやつをじゃあ探せばいいのか。俺こっちだと思うんだけど。バブル、バブル、バルブ。ほら、やっぱり、あー、ダメか。あ、ダメじゃない。いけるいけるいける。あ、ダメか。なんか変わってるけどな。上からじゃないけど。あ、そういうことか。そこを閉めたら、あそこが閉じ、いけるから開くんだ。じゃあ本当に普通に探さないといけないんだ。あ、まさかの、保健室がいけるようになってる。よっしゃ、行こう。うわぁ、はい、冷静に対処。また出てくるか。驚かせんじゃねえぞ、この野郎。もうトリピ驚かねえからな。なんてこった、バルブがないじゃないか。え、嘘、あ、ほんとだ。なんでバルブがないよ。困った困った。さらに行けばいいの。何の音。あ、怖くなってきたな。なんか雑談しよう。あ、奥行けない。ん、え、誰、なんかいる、なんかいる。こいつやばい、こいつやばいぞ。こいつが待ってる。バルブ返して、バルブ返して。どこ行った、どこ行った、あいつ。絶対距離急に下から出てくるやん。絶対下から出てくるやん。ジャック・フェイン。俺は穏やかな時を過ごすのが好きなんだが、最近忙しすぎて休む暇がない。まあね、アニメーションだからね。まあ確かにここはクソみたいに、臭いが、俺みたいに年取った作詞家にはちょうどいいんだ。なるほど。サミーの曲は活気あふれてるが、俺がたまに外の空気を吸いに行かなかったら歌詞のない曲になってたな。今じゃ鼻をつまんだまま頭の中でなんか言っててるね。なんか言ってますよ。了解。お、さらに奥行ける。あ、いた、返してください。すいません、お願いします。何でもしますから。何でもしますから。お願いします。何でもする。何でもする。何でもする。なんだ、こいつ。謎解きか？あ、わかった。違うわ。ここでしょ？あのね、パターンがある。こう行く。近づく。こっち。出てくる。ほらな。ほらな。あー、違う！あいつはいるけど、このスイッチだな。はい。どうなる？あそこが上に上がる？すると？なんか起こる？これで、あ、ここもか。はい。
そういうこと？把握した。わかった。じゃあ、これで、あ、大丈夫ですか？あそこ。落ちてきますけど。バーン、やったぜ。ヘルメットゲット、違う、こっちだ、バルブゲット。こんなことをしてしまってすまなかった。それとかっこいい帽子だな、やっぱり絶対これかっこいいよな、この帽子。さあ、なんでお前がここいんの、なんで。あ、元からいたのか、元からいたっぽい。とりあえずこれで戻れますよと。じゃあバルブをセットしに行こう。よっとよっと、ここだったよね。オッケー、いいね、セット完了。回して、OK。Okay, that should do it. これで、サミーのオフィス入れる。よかった。進んだ、進んだ。2章結構長いな。これで、おい、OK。割れてる。サミーのオフィスだ。ポンプ制御であって、ちょっとサミーの中ない？情報。お、設計してますね。サミーは一応音楽を流してたって言うけど、何の仕事してる人だろう。オッケー、じゃあこれでポンプ制御。オッケー、新しい目的、階段を登る。なんか階段ができたの、ん、俺が思ってたのと違うかな。階段下るんじゃないの、普通に英訳のミスかな。なんか出てきそうだな、ここら辺から予想するで。うわっ、何、びっくりした。え、何、お、え、誰、ベンディじゃないや、人間やんけ。サミー・ローレンス、よし、これぐらい縛っておけば大丈夫だろう。我々の子羊がそこら辺をブラブラと歩き回るなんて、いや、そんなわけない。犯人誰、こんなところまで私に会いに来てくれるなんて、本当に手間が省けたよ。私が今からやろうとしていることが残酷なように見えるかもしれないが、信者はメサイヤを尊重しなければならない。あの方にご覧になってもらわなければ。おや、待てよ。その顔どこかで見たことあるよな。マジで ?30 年前に、いや、今になってはどうでもいいことだ。あの方がお呼びだ、子羊ちゃん。生贄を捧げる時が来たぞ。俺、生贄になるっぽいぞ。そして私はやっとこの監獄から解放されるのだ。この真っ黒な、深い、深淵な体から。誰なんだろう、これ。手紙をくれた人かな？違うよね。静かに。ほら、聞くんだ。彼が来る音が聞こえる。上をはよってくる。はってくる。怖いよ。それでは始めましょうか。儀式を終わらせなければなりません。まもなく彼は私の望みを聞き、我らを自由にするのだ。わお。すげえ足音大きいな。やめてー。おお。おねんねの時間だよ。頭を休めるんだ。寝る時間だよ。どうすんの、俺動けないんだけど。朝には目覚めるだろう。もしくは死んでるかもね。おねんねの時間？ベンディよ。我の声を聞いてください。闇より目覚めるのです。目覚め、あ、なんか開いた。私を解放してくださいって。我はあなたを召喚するインクの悪魔よ。姿を現し、なになに？違います、主よ、私から離れてください。私はあなたの預言者です。私はあなたの、うわー、あいつやられた、絶対ベンディにやられた。ベンディから逃げろ。うわお、ベンディ、ベンディどっから来んの、ベンディどっから来んの。あ、やべえ、斧持ってない、俺斧持ってない。こっちで合ってる、こっちで合ってる、合ってない、斧持ってないもん。笑うわー、びっくりだわー。逃げれるかな、逃げれそう、意外といけそう、意外といける。いや、無理だな、無理だわ。あ、斧あった、斧あった、斧あった、助けて助けて、この斧、この斧、よし、オッケー。これあったらお前ふざけんじゃねえよ、お前ふざけんじゃねえよ。俺をやりやがってよ。一発目で斧見つけれなかったの悔しいな。でもこれでとりあえず奥に、なんか落ちてる落ちてる、奥に行けますと。こっちか、え、どこに行けばいいんだ、こっち、これ割れるの、なんかあるよ。あ、割れる割れる、オッケー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 、進もう。ここから逃げるんだ。ベンディが来ちゃうよ、多分ベンディ来ちゃう。どっちだろう、扉がある方、こっち多分行けないよね。あら、斧がなくなった、なんで、斧壊れた、
炎壊れた。うわー、なに、やめて。こっちだ、やめて。怖い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 。うわーうわーうわー、黒くなってきてる。すえ、はや、え、嘘。どこ、ここどこ、エグジットって書いてる。うわ、あー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 、なるほど、そういうこと、そういうことね、そういうことね。ここで逃げればいいのね、ここで逃げればいいのね。来てるね来てるね来てるね、よかったよかったよかった。あ、オッケー、余裕余裕。いきなりリスポンス地点からいきなり始まった。まだある。あ、なんか、あ、転がってきた。ベーコンスープ固まってる。あの、誰かいるんですか？そこにいるのは分かってますよ。出てきて姿を見せてくれないからね、お願いします。僕何も悪いことしてないんです、本当です。誰ですか？お、グーフィー。あ、僕グーフィー。怖いよ。誰？うわ、何？ボリス。ボリス？キャラクターの名前？そういうことなの？お、第三章上昇と書こうということで。あら、ボリスに会ってから急にここに来たな。あ、ただ今回はボリスの話っぽい。はい、ということで、とりあえず、ベンディ第2章は終わりましたと。ボリスに会ってから急にここにいますが、なんでかはわかりませんが、続きはまた、次のパートでやりたいと思います。ここまで動画見てくれてありがとうございました。また明日のトリッピーでお会いしましょう。じゃあねー。